わっぱたち来てくれたか。うむ、時間ぴったりじゃな。はっ、原稿料のためなんだ、来るしかないだろ。ミカ、百鬼夜行の手伝いって何をすればいいんだ。正直オイラたち、百鬼夜行が何なのかすら分かってないんだけど。百鬼夜行と聞くと恐ろしいものに聞こえるやもしれぬが、ざっくりといえばただのあやかしたちの集いじゃ。その昔、あやかしたちは宴を開き、溺れるほど酒を飲んだ。妖力で空を飛び、その様は月の明かりさえも遮るほどであった。じゃが現在、地脈から溢れ出たあやかしの記憶は力が弱く、空を飛ぶことさえままならぬ。そこでわらわがあやつらのために修霊儀式を行い、散逸した記憶を集合させるつもりじゃ。さすれば、あやつらは鳴神大社の上空へと集うことじゃろう。そして力尽きた後、満足してあるべき場所へとやつらは帰る。実は儀式の前準備はもうとっくに終わっておる。わらわが小説に書き加えた呪文と無月の夜を覚えておるか。確か無月の夜に狐お姉さんの秘伝術を唱えるんだったよな。そうじゃ、あの本に書いたのは願いを叶えるためのまじないではない、地脈の記憶を鎮める術じゃ。その時が来たら皆であやつらを送ってやろう。わらわはじきに儀式の準備に取りかかる。そこで汝には二つのことをしてもらいたい。まず、神社の巫女たちに下山するよう告げること。百鬼夜行が行われれば、大量のあやかしの記憶が鳴神大社の上空を舞う。万が一誰かに憑依でもされたら、後々厄介になるからの。その後、わらわは儀式を始め、あやかしの記憶を集める。この過程は時間がかかるゆえ、その間汝らには陽光山の麓で魔物の動向を探ってきてほしい。普段のチリチリとなった記憶であれば危険はないが、力が集まれば魔物たちにも影響を与えてしまうやもしれぬ。奴らは本能で山へ登ろうとするじゃろう。汝らにはそれを阻止してきてほしい。お、わかったぜ。で、その後はどうするんだ。ふむ、その後か。神社へ戻り手伝いをしながら、近くであやかしを見るのも悪くないじゃろ。よし、それじゃ出発しよう。下山を？宮司様の命令ですか？そうなんだ。これから行う儀式がお前たちの体に影響を与えるかもしれないから、巫女が山を降りるようにって。そうなのですね。すぐに手配いたします。あなた方はどうなさるんですか？オイラたちはあいつの手伝いをした後、ここに戻ってきて一緒に儀式をやるつもりだ。宮司様はあなた方をとても信頼されているようですね。以前まではこのような重要な儀式を行う際、宮司様はそばに誰一人としておきませんでした。では儀式の方はお願いいたします。安心しろ、オイラたちは強いからな。巫女が儀式を始めるみたいだ。オイラたちも下山して魔物たちを阻止しに行こう。あの魔物たち、なんかすごく凶暴そうだぞ。おお、早くやっつけよう。オイラも妖怪が見てみたいしな。ひひ。あ、来たぞ。やマイ、ほら、はっ、カリン、無我の境地、はっ、
逃げ道はありません。よっ、せっ。みんなは俺が守れ。風の歌、雲の歌、さばきの雷。うわっ、そこだ。いざ勝負。逃げ道はありません。風よ、はっ、はっ、せい、雲が借りなく時。今回は大物が釣れたようだ。剣に誓う。全力攻撃だ。稲光、すなわち永遠なり。やはりダメだ。マイ、はっ、せさすが、おい、頑張れ。風の神、そこだ。いざ勝負。風の神よ、みんなは俺が守れ。もみちは散らまく無我の境地。やはりダメだ。そこだ。ここまで。よし、かっ、よし、魔物はもう全部片付いたみたいだ。巫女の儀式はどこまで進んだかな。早く鳴神大社に戻って様子を見てみよう。あやかしたちの記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す、鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ、導きたまえ。本によると今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白身に申す、鎮魂のため祝いたまえ、導きたまえ。かすこみかすこみかすこみを申す。
裏臭い。何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今何時らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。ふむ、わらわが想定していた通り儀式は問題なく終わった。ご苦労じゃったな。ん？わらわは何ともないぞ。でもさっき様子が。大丈夫じゃ、何のことはない。わらわはまったく。ミコ、もし心からわらわのために何かしたいと思っておるのなら、地層でもおごってもらおうかの。お、わかった。今度おいしいもんをおごってやる。うむ、であれば次に会うのを楽しみにしておるぞ。旅人の奇妙な冒険、まだ次の章は出ないんだろうか。ああ、もう待ちきれない。まさか本当に無月の夜にあんなものが現れるなんて。あの夜、陽光山の頂上に黒くて大きな雲が現れたよな。でも本に書いてあった方法で願い事をしても何も起きなかったけど。だな、娯楽小説は所詮娯楽小説ってことか。あれ以来小説に書いてあるおまじないが全く入らなくなったよな。でも旅人の奇妙な冒険ならきっとまた新しい何かを生み出してくれるはずだ。あれ、ミコがいないぞ。店の外にいないってことは先に入ったのかな。店の中を探してみようぜ。わっぱよ、来たか。ミコ、なんでオイラたちの到着を待たずに食べ始めてるんだよ。それはナンジラがおごってくれるからに決まっておろう。一番高い料理と一番うまい酒をタダでいただけるんじゃ、いても立ってもいられなくなるのは当然じゃろう。店主、この二人を覚えておくんじゃぞ。会計はこやつらが持つ。あいよ。どうしたんじゃ二人とも、早く席に着かんか。これを食べてみよう。西来島の近くにしか生息しない魚じゃ。釣れた後夜通しで稲妻城へと運ばれてきたものじゃ。とても新鮮じゃぞ。もしくはこれを飲むか。こんな高級な名酒、普段では飲むのも惜しい一品じゃぞ。もちろん酒を飲まなくてもよい。果汁もたくさんあるぞ。どの値段のものも一通り揃っておる。おい、ミコ、ひどいぞ。前にここで原稿を書いた時はただの串焼きしか食べさせてくれなかったじゃないか。うん、そうじゃったか。ほう、それが何じゃ。この間わらわにおごると言ったのは何じらじゃったろう。それにわらわのような気品をもてなさぬのは心が痛むことじゃと思うが。でもこれってすごく高いんだろ。オイラたちが払えない可能性とか考えないのか。それなら大丈夫じゃ、問題なく払えるぞ。わらわたちが以前書いたあの小説、近頃また重版しての。何時らの原稿料もたんまりと入ったのじゃ。なんだって。まさか。あの時の表情、オイラたちを騙すためだったんだな。最初からオイラたちの原稿料を使うつもりだったんだろう。何時らの今の姿、実に滑稽じゃぞ。ああ、そうじゃ。この前の無月の夜、願い事をしても何も起こらなかったから、
まじない系の小説はもう流行らなくなったそうじゃ。じゃから旅人の奇妙な冒険の最新章は新しい案を考えなくてはならぬ。締め切りはもうすぐじゃ。頼んだぞ先生。友達だったんだな。とりあえず挨拶しようぜ。おーい、一平、新之丞、お前ら何やってるんだ。おや、あなたたちは。いつぞやはありがとうございました。実はこの店で服を仕立てようとしていたところ、たまたま彼に会ったんです。君たちも知り合いだったんですか。ええ、以前鎌治様と一緒にお世話になりまして、ただその後なかなかお礼を言うことができなかったんですよ。そちらはどういうお知り合いで。前に千里様が彼を護衛役に任命したことがあったんです。まあ実際はそれを利用して離島から脱出するのが目的だったんですが、偶然その時に。世間って狭いんだな。まさかお前たちが知り合いだったなんて。ああ、いえ違います。僕たちは初対面です。服を仕立てに来た彼とたまたまここで会い雑談をしていまして、そうしたら次第に鎌地様と千里様に関する話題になり。ああ、これって話して大丈夫でしたかね。心配いらないと思いますよ。お二人ともずっと前から知っていますから。あ、そうそう、確かその二人から手紙を届けてくれって依頼されたんだよな。あいつらってもうかなりいい感じの仲だったよな。まさかあれからさらに進展があったのか。ええ、そのことで僕たちも近々何かあるんじゃないかと睨んでいるんです。例えば正式に婚姻を発表されるとか。まあただの憶測に過ぎませんけどね。正式な発表を前に聞きに行くのもはばかられますし。ただ宴用の礼服を仕立ててくるよう命令されたんです。そしたら一平さんも鎌治様から同じ命令を受けていたみたいで。両家が同じ時期に宴の準備をしており、さらに酒や食材類も大量に購入しています。これはもう婚礼の式を挙げると考えて間違いないでしょう。それにここ最近千里様はとても上機嫌で、しかも体重を減らすために食事を減らしているという噂まであります。つまりそういうことなんでしょう。うんうん、いいことだな。でもどうかしましたか。ああ、私の気持ちなら心配する必要はありません。千里様が思い人と結婚できることを心から喜んでいますから。ええ、そうですよね。僕もそう思います。でもあまり喜びすぎるのも良くないでしょう。ただの誤解で私たちがぬか喜びしているだけかもしれません。今のところ確たる証拠もないですし、招待状を届ける仕事などを任されていたら確証を持てたのですが。新之丞、全然大丈夫そうに見えないな。すみません、実は最近寝不足が続いておりまして。お恥ずかしい話です。仕事中にこんな疲弊していては勘定奉行にも迷惑ですし、千里様にも顔向けできません。二人の婚約について心配しているのですか。いえ、そういうわけではありませんが、どうも心がモヤモヤしていまして。その気持ちよくわかりますよ。もやの中にいたら不安になりますし、安心して喜べませんもんね。どうする？オイラたちが聞いてきてやろうか。
直接聞くのはさすがにあまりよろしくないのでは。それだ、彩香が知ってたら確実にわかるな。シャブ業を巻き込むのもそれはそれで良くないかと。大丈夫、こいつと彩香は親友だからな、心配いらないぞ。そうでしたか。あ、本当に助かります。真相さえ分かれば思いを巡らすこともなくなりますので。じゃあ早速神里屋敷へ行こうぜ。ここを訪れるたび優雅で立派な佇まいには圧倒されますね。本当に美しい場所です。では我々は迷惑をかけないようここで待っています。おい、彩香はそんなこと気にしないと思うけど。いえ、たとえ勇気を振り絞って言ったとしても何をしたらいいか分かりませんし、それにもし失言なんかしてしまったら僕たちは遠慮しておきます。そっか、じゃあすぐ戻ってくるからここで待っててくれ。盤面を見ずに今の一手でこちらの布陣を崩すとはさすがです。さて次はどう打つか。彩香、どうも、オイラたちだぞ。君たちか、久しぶりだね。悪いな、お嬢ならちょうど外出中なんだ。おや、この声はトーマ、もしかして九段の旅人さんかい。ご明察。はじめまして、彩香から話は聞いています。お会いできて光栄です。シャブ業神里家当主神里彩人、以後お見知りおきを。妹がいつもお世話になっています。やっとお二人にお礼ができますね。ただあいにく彩香は外出中でして、神里家に関することであればこの私にご相談ください。本日はお日柄もよく、この度は突然のご訪問誠に ご容赦をいただきたく。突然どうしたんだい。だってこの人なんだかすごそうな雰囲気が漂ってるだろう。オイラのヤバいやつランキングの中でも5本の指に入りそうだぞ。それに立ち上がっただけでなんだか部屋の空気が急に変わって喋りにくくなるし。小さなお客さん、過分なお言葉感謝いたします。そうかしこまる必要はありません。公務の場ではないのでどうぞ力を抜いてください。はぁ、しんどかった。そんじゃ遠慮なくズボッと聞くぞ。九条かまじと柊千里が結婚するって噂が流れてるんだけど、お前は何か知らないか。おや、あなたたちの耳にも入っていたんですね。なるほど、そうでしたか。ええ、確かに事実です。私も少し前にそのことを知りました。二大奉行の有力者同士の婚姻です。稲妻全土で大きな話題となるでしょう。祭事や文化に関することは社奉行の務め、その件も当然我々の管轄になります。まあある意味奉行と将軍様のメンツは人々から同等に見られるからね。こちらも重要視しないといけない。ほむほむ、なるほどな。まあとりあえず好きな人同士が結婚できるんだし、おめでたいことだよな。ええ、そうですね。奉行間の婚姻は滅多にないことですが、あのお二人は愛を育んだ者同士、固定観念にとらわれることなく自由な道を歩むべきでしょう。
では後ほど俺が両家を訪問し、上里家からの祝いの品を届けてきます。うん、いや今回は私が自ら出向こう。え、しかし若にはまだ公務が。九条家と柊木家が婚姻関係を結ぶのだから、上里家も相応の礼を尽くすべきだろう。社奉行の業務は実に雑多。そのため婚礼などの祭事はいつも妹に任せています。ただ綾香はここのところ多忙で手が回らない状況なんです。一方私はちょうど時間が空いています。これを機にお二人に会っておくのも悪くはありません。そこでどうでしょう、あなたたちも一緒に行きませんか。この件を気にかけているということは、あなたたちとあの二人の間には何かしら特別な縁があるということであれば、共に訪問し彼らを祝福しませんか。それとも私の勘違いでしたか。そんな特別って言えるほどの仲じゃないぞ。まあいろいろありはしたけど、ごく普通の関係というか、手紙を送ったのもただ依頼を受けたからであって、ってん？待てよ、もしかしてオイラたちがこの結婚の影の立役者なんじゃないか。そうなのか。ありがとうございます。あなたたちがいてくれれば無意味な挨拶を多少省くことができるでしょう。お前、シャブ業のくせに挨拶が苦手なのか。おや、わざわざ世辞を言うなんて煩わしくはありませんか。世の中そういった煩わしいことを好んで行う人もいますが、私は違います。トーマ、客人と出かけてくる。家の中のことは頼んだよ。はい、若、お気をつけて行ってらっしゃい。シャブギオ様。おや、このお二人は。オイラたちと一緒に来た友達だ、紹介してやる。本当のことだったんですね、ただの噂ではなかったと。そうでしたか。それは良かった、僕たちの思った通りでしたね。ただ私があの二人の代わりに伝えたのはいささか妥当とは言えません。公表がされるまでこのことはどうかご内密に。当主様、僕たちなんかにそうかしこまらないでください。絶対に秘密は守りますので。なら安心して大丈夫そうですね。そうだ、これから九条家へ向かうのですが、案内をお願いしてもよろしいでしょうか。もちろんですとも、光栄です。その私は先に失礼させていただきます。新の城、気をしっかり持てよ。ああ、ありがとう。しました、ごゆっくりどうぞ。それでは僕はここで失礼いたします。ああ、ご苦労だった、一平。まさか、シャブ行様がいらっしゃるとは。十分なおもてなしができず、申し訳ございません。ちょうど、カムが立て込んでおりまして、何とぞ、ご容赦いただきたい。九条様、そう気を使われずとも結構です。今回は、公務で来たわけではありませんから。本日伺ったのは、柊木様ともうすぐ婚礼の儀を挙げられると耳にしたからです。それは盛大な式になると思い、上里家を代表してお祝いに参りました。それはご丁寧にありがとうございます。こちらこそ急なことで申し訳ございません。オイラたちもお祝いに来たぞ。高塚家の一件以来、天領奉行の内情はだいぶ落ち着きました。
当主代行として政務にいち早くなれるよう尽力しております。肩にかかる重圧や期待に応えられるようにと。謙虚な方だ。世間ではあなたの評価はとても高いようですね。誠実で勤勉であり、そして責任感があるお方だと。滅相もございません。周りの者たちに支えられているからこその地位です。そして情勢が落ち着いてきた今、自分自身のことについても時間を割くことができるようになってまいりました。人生の一大事だもんな。うまく縁談がまとまってよかったぜ。いえ、そんな、なんだか少し恥ずかしくなってきましたね。あ、申し訳ございません。その、いえいえ、このまま聞いておりますので大丈夫ですよ。どうぞ続けてください。何せ刑事です。お気になさらず。眉を潜めながら幸せを語る者なんておりませんでしょ。ええ、ありがとうございます。その、ところで今回の婚姻について神里様はどうお考えでしょう。少し自分本位すぎたでしょうか。そんなことありません。人の恋路を妨害するなどあってはならないことですから。周りからは様々な声が上がるかもしれませんが、あなたもきっと後々の問題を考えた上でご決断されたはずです。ええ、おっしゃる通りです。ならば自信を持ってください。強い意志を持つ者はすでに決めたことに揺らいだりはしません。ただ個人的にはちょっとした懸念があります。というのは？天領奉行の内情を正そうと尽力したことは称賛に値します。これを皮切りに変革が始まることでしょう。しかし一方で、柊木様の父君新助様は未だ牢の中です。この時期に柊木家と九条家の婚姻を発表すれば、各地域や勘定奉行内であなたのあらぬ風評が広がってしまうかもしれません。はい、さすがは神里様。それに関しては僕も頭を悩ませていたところです。柊木新助様は僕が千里さんと連絡を取るのを頑なに反対していました。以前までは手紙で密かにやり取りを続けていたほどです。ですから、もしこの機を逃してしまえば次はないかもしれません。この時期に式を挙げるのは確かに適切とは言い難いかもしれませんが。あ、思い出したぞ。あのじいさん、顔は笑ってるのにオイラたちの邪魔してきたんだよな。まったくひどいやつだったぞ。お気持ちはわかります。しかしそれは問題を先送りにしているだけのこと。遅かれ早かれ再び向き合うことになるでしょう。ええ、ごもっともです。しかし千里さんが勇気を振り絞り結婚を申し込んでくれたんです。失望させるわけにはいきません。はい、彼女から手紙をもらったんです。悩んだ末、真剣に二人の将来について話し合いました。そういえば、僕が改めて求婚を申し込もうと彼女の元を訪れた時、そんな手紙は書いてないなんて言っていました。まったく千里さんったら。え、どういうことだ？彼女は嘘がバレないようにあえて困惑するふりをしていたんでしょう。あの時の彼女の表情は今も忘れられません。もちろん交際を続けてきた僕には彼女の真意など明白でした。手紙の話は僕の冗談ということにして、その流れにかこつけて求婚したんです。彼女は僕の冗談に文句を言いましたが、顔をあからめながらうなずいてくれました。その日の午後、僕たちは婚姻について正式に話し合ったのです。なるほど。それで二人の合意のもと式の日取りを決めたのですね。ええ、こうして僕たちは
ようやくお互いの胸の内を知ることができました。僕もそろそろ頃合いだとは思っていたんです。この先何が起ころうとも僕は必ず彼女のそばに立ち続け頼れる存在になってみせます。うわっ、眩しい。さっきから突っ込みたかったんだけど、恋に落ちたやつってみんなこんななのか。話が長すぎるぞ。あ、申し訳ございません。神里様、それにお二人もお恥ずかしい話ばかりをしてしまいました。いえいえ、むしろ安心しましたよ。あなたのその態度と決意を見て心配は不要だと感じました。婚礼の儀をつつがなく執り行えることを祈っています。そうだな、お前のその出れた顔はちょっとイラッとするけど、おめでたいことだもんな。オイラたちも幸せを祈ってるぜ。皆さん、ありがとうございます。さて、我々は次の用事がありますので、これにて失礼します。はい、外までお送りいたします。忙しそうだったな。結婚する人ってみんなあんな感じなのか。なんていうか幸せな忙しさだな。そうですね、九条鎌治様は身も心も幸せに浸っています。旅人さん、あなたはどう思いますか。ええ、恥ずかしがり屋ではあっても柊千里はそのようなことをする方ではないはずです。私も気にはなります。ただ残念ながら物事の本質を追求することはいい結果につながらないことの方が多い。そうだよ、なんでだ。オイラたちがもし冒険の途中で似たようなことにぶつかったらきっと原因を突き止めるぞ。おや、冒険者の考え方ではそうなのですね。理由は主に2つです。1つ、我々が把握している情報があまりにも少なすぎる。行動を起こすにしても立場を考えることになるため非常に動きづらいでしょう。2つ、こちらの方が重要なのですが、当事者たちがこの件をあまり気に留めていない点です。私たちが無理に干渉すれば親切心が裏目に出てしまうこともあるでしょう。確かに鎌治は全く気にしてなかったな。世の中のあらゆるものはつながっています。一見して単純な結果であってもその大半は複数の要因が積み重なったものです。何事も明確にしようとすれば効率は悪くなり苦悩も後を絶ちません。ねえ、そういうことになるかもしれませんね。私のような考えを持っていなければシャブ業の煩雑な仕事は永遠に終わりませんから。普段から私はこのように考えています。ことが起こった以上その原因にこだわるよりも起こったことに目を向けた方が得策だと。それがもたらす最終的な結果が有益なものであり、それによって惑わされたり被害を受けたりする人がいないのであれば、その件は看過しても問題ありません。今のところはっきりとした結論は出せないでしょう。私たちはまだ柊千里の考えを知りませんから。それよりも旅人さん、あのような短い会話でこうも要所を抑えているとは、妹の言う通り
優れた洞察力をお持ちのようですね。あれ？でも千里はもうカマジと話し合ったんだよな。それはあくまで九条カマジの主観であり、事実とは噛み合っていない可能性もあります。私たちも柊千里がどのように考えているのか分かればいいのですが。確かにそうだけど、オイラの頭じゃよく分からないぞ。問題ありませんよ。これから柊千里も祝福の挨拶に行くつもりでした。直接会って彼女に聞いてみましょう。もし彼女も九条かまじと同じように固い意志をお持ちであれば、お二人は共に歩むことができるでしょう。しかしそうでなかった場合人生常に順風満帆というわけにはいきません。資金に向けてまだまだ準備が山積みですね。離島をよく訪れる商会の役員も招いた方がいいでしょうか。ええ、少なくとも招待状を送る必要はあるかと。ん？ あなたでしたか、シャブ行様。わざわざ勘定奉行へお越しいただいたということは、何か重要な用事でも？いえ、ちょうど式の話をしていたようですね。今日はそのことで来たんです。神里家を代表してお祝いに参りました。現在柊千里様のご都合はいかがでしょう？お嬢様なら客人の応対中です。いつ終わるかは分かりかねますが。神里様、それに使用人の方々もどうぞ中でお待ちください。お茶を準備します。オイラたちは使用人なんかじゃないぞ。おっと、このお二人は私の友人です。イヒヒ、そんなに気を使わなくてもいいんだぞ。友人だなんて。あなた方のお手を煩わせるつもりはありません。私たちは近くを散歩でもしていましょう。大事な式の準備を邪魔してしまい申し訳ございません。柊千里様のお手が空いたらお声掛けください。とんでもございません。柊千里家の刑事はいつもお手伝いをさせていただいている私たちにとっても喜ばしい出来事。このように忙しくしているのも盛大で賑やかな式を挙げたいと望んでいるからです。時期が来れば家族だけでなく一般の方々にも公表し、皆が参加できるようにします。ええ、素晴らしい心がけです。では私たちはこれで失礼させていただきます。はい、お気をつけて。なんかいろいろと話した割には内容が空っぽだった気がするな。これだから私は社交辞令や世辞が嫌いなんです。都合が悪いのであれば仕方ありません。ここへ来る途中屋台を見つけたので、そこで時間を潰しましょう。そこの亭主はいつも斬新な発想を思いつくので、私もよく通わせていただいているんです。トモキのことだったのか。あ、また会ったね君たち。毎回とんでもない大物を連れてるね。おや、こちらの店主ともお知り合いなのですか？おう、前に稲妻城で将軍様とトモキのところで団子牛乳を飲んだんだ。なるほど、推薦したのはあなたたちでしたか。団子牛乳の話は耳にしていましたが、まさかあなたたちが絡んでいたとは思いませんでした。私も普段彼の屋台の前を通るたびに珍しい飲み物を買っては試しているんです。いつも新しい味に出会わせてくれます。ちょうど離島で屋台をやっているのを目にしたので
立ち寄ってみようと思ったのです。神里様たちのおかげで商売もようやく軌道に乗り、僕の創作料理を食べてみたいという人も増えてきました。そして何よりこの調子で創作料理の道を突き進んでもいいのだと自信を持てるようになったんです。より多くの人に僕の料理を食べてもらいたい、お客さんに創作の楽しさを感じてほしいと、今はただただそう思っています。今回もいろいろと悩んだ末に新しい飲み物の発売に踏み切りました。それは興味深い。どんな飲み物でしょう？お客さんに選択を委ねるんです。自由に食材を選んでいただき、それを牛乳やお茶に入れて飲み物を作ります。団子だけでなく、餅、紅芋団子、黒糖、夕暮れの実など豊富に取り揃えています。それ全部牛乳に入れて大丈夫なものなのか？想像がつかないけど、意外と美味しかったりして。ここに置いていない食材も選んでいいのでしょうか？それはそうですね、問題ありません。もし何かいい食材を思いつきましたら、ぜひ申し付けてください。すぐに買ってまいりますので。もともとはお客さんに自由な発想を与えたいと考えてのことです。僕が用意した食材に固執する必要はありません。それはよかった。ちょうど気になる食材がありまして、スミレウリ、海藻、それから海類種なのですが。そんなの牛乳に入れるのかよ。そうですが、何かいけなかったでしょうか？いやいや、それで美味しくなるのか？大切なのは過程であって、味は二の次。未知の経験ができるのです。なんとも素晴らしいことではありませんか。いかがです、旅人さんは何か思いつきましたか？やばそうな気がするけど、本当に大丈夫なのかよ。じゃあオイラも同じのを注文してみるか。ではスミレウリ入り牛乳を3杯。かしこまりました。すぐに用意しますので少々お待ちを。さあどうぞお召し上がりください。私は自然の味わいを堪能できて悪くないと思いますよ。思ったより満足してるんだな。オイラは他にもっといい食材があったような気がしたけど。味を気にしているのですか？当たり前だぞ。美味しい料理を食べて、うまい飲み物を飲む、生きる上で何よりも重要なことだと思うぞ。ええ、その通りです。私もそれらを楽しむことができたらどれほどいいことか。そうかもしれません。ですが人の時間には限りがあります。あまり寛容でないことに時間を割くことは私にとって心の緩みに過ぎず、当然ながら重要視できません。公の場に出る際は妹が代わりになってくれたり、警視のトーマが火星を処理してくれたりと、私は大変恵まれていますがね。けど今はただ時間を潰してるだけだろ。何もあれこれ考える必要はないと思うけど。そうでもありません。場所を変えて詳しくお話ししましょう。柊木家を出てから一つ気づいたことがあります。些細なことなのですが、婚礼に対する彼らの考えを知りたかったので、さりげなく聞いてみました。するとすぐさま柊木家の刑事は自分たちにとっても喜ばしい出来事であると答えました。しかし実際はその逆です。え？どういうことだ？柊木新助様はまだ牢の中。今や勘定奉行はおそらく三奉行の中で
最も不安定な存在でしょう。今の柊木家の柱は柊木千里です。しかし彼女は嫁ぐことを選んだ。もし私が柊木家を補佐する一族であれば、きっと将来が不安で仕方ないでしょう。それでも彼らは心配するどころか純粋にお祝い事だと思っています。彼らは皆聡明な方々です。これくらいのことは想定できるはず。おそらく部外者の前で家の内情を話したくなかったのでしょう。しかし彼らの言葉はあまりにも筋が通っていません。よく見張っておいてください、ヒサシ。は。うわー、どこから出てきたんだ。彼は私が最も信頼を置く週末版の一人です。私たちの後をつけ、ずっと密かに守ってくれていました。当主様、当然のことをしたまでです。あそこにいた者たちから目を離さないでください。は。では早速任務へ向かいます。おっと、そうでした。先ほど私が飲んだ牛乳をトーマにも一本買ってあげてください。かしこまりました。トーマも巻き込まれるなんて。神里様、柊木様の応対が終わりましたので中庭でお待ちしております。ご苦労様です。さあ、柊木千里に会いに行きましょう。